ジャケットとレーベル歌詞カード大陸更新曲は、1938年11月、ビクターレコードから発売された文化である、旧レコード番号 J-54500A。1938年、東京日日新聞、大阪毎日新聞は、大陸進出の大使命をテーマにした作品を募集した。9月10日から30日に間に募集され、 応募数2万千通の中から鳥越京の死が選ばれ中止な派遣軍の軍学隊が作曲した。ちょうど日本軍が武漢三鎮を攻略した頃の10月15日に発表された。吹き込みにはビクターの人気歌手が動員された。乾大間川橋のビクタースタジオではなく赤坂ため池の三階道ビル最上階行動を使用しているために残響が豊かで立体的な音である。 伴奏は日本ビクター吹奏楽団と表記されているが、感想部分の金管楽器の演奏技量、関係者の遺品レコード、藤原義江版の伴奏と比較すると、海軍軍楽隊の隊員が主体の可能性が高い。この歌の成立には、評論家の大谷総一が関係しており、当時東京日日新聞の社友として南京に駐在していた彼は、 この方面に展開していた中止な派遣軍軍学隊に作曲を依頼し、完成した作品を東京の本社に送信するなどした。政府は愛国行進局、日の丸行進局と共に、全国民必ず賞の三大愛国家として強力な宣伝を行った。ありがとうございます。